新聞労連が首相官邸に抗議、新聞記者の質問制限もってのほかと。新聞労連は2月5日、首相官邸が官房長官記者会見での東京新聞記者の質問を事実誤認と断定し、質問権を制限するような申し入れを官邸記者クラブに行ったとして、厳重に抗議するとの声明を発表した。官邸は昨年12月28日、東京新聞の特定の記者が事実に基づかない質問を繰り返しているとして、事実を踏まえた質問を要請する文書を記者クラブに提出した。労連は声明で記者が事実関係を一つも間違えることなく質問することは不可能だと指摘。意に沿わない記者を排除するような申し入れは国民の知る権利を狭めるもので、決して容認できないと非難した。金子勝という反安倍政権一筋の自称経済学者が、言論の自由がない国、菅官房長官に対し、鋭い質問でタジタジにしている東京新聞記者に対して、いつも妨害する官邸報道室長が質問制限を要請。新聞労連が首相官邸に抗議。いつも答えられない菅官房長官。官製質問以外だとそんなに困るのかと、これは単なるやじ馬気分でツイートを上げた。金子教授、その通りですよ。特定記者が言論の自由を自分勝手にかき乱しているのですよ。この記者の質問は常に、1不当な根拠に基づく質問、2不要な回答を求める質問、3自分がすがりたい政治的主張のためにする習字的質問、に尽きる。いつもしゃしゃり出てきては、質問の最後の一言だけでいいのに、牛のよだれよろしく前置きがとにかく長い。真面目に答えなければならない菅官房長官は一言のみの返事、事実に基づく質問してください。世間通念では、報道記者は自らの足を使って関係者に取材し、事実関係を把握して記者会見で質問するものではないのか。伝聞、聞きかじりを自分の取材であるかのように、あの鉄面皮で質問するざまを同業記者は馬鹿にしてきたのだろう。新聞労連は抗議する相手を取り違えている。正しい質問ができずに正しい記事を書けるのか。要は同語している、ということですね。場の雰囲気を感じられない鈍感さ、自覚のない人間は、会議や議論の場で本当に邪魔なだけ。